それではここからは東北の絆のコーナー、4時台前半は1週間に1度この戸塚から東北地方を忘れないためにお届けしていこうと決めて作ったコーナー、東北の絆です。そしてこのコーナーを最初から支えてくださっているのが税理士法人山重会計事務所の皆様です。ありがとうございます。さあ今日の東北の絆、防災母さんをお届けしていこうと思っています。一家の中で何かがあった時に一番支えになるのが防災の支えになるのはお母さんであるという、そこから生まれたのがこの防災母さんという本であります。この防災母さんの中から私たちのヒントになるいくつかをご紹介していきます。東戸塚モレラスタジオから今日もお届けしているラジオの絆、東北の絆です。防災母さんの表紙はお母さんがヘルメットをかぶって山だけと書いてありますけれどもね。そして旗を持って、肩からは非常持ち出し用のバッグを下げ、エプロンをしながら、でも首にはネックレス。この防災母さんのイラストが表紙です。ハドリ書店が作った本。このたくさんのこの質問とそして正解という形でね、質問形式になって私たちに分かりやすく教えてくれています。東日本大震災の時、ツイッターやフェイスブックでは拡散希望と書いて、例えばなんとかなんとか石油のコンビナートが爆発して大気中に有毒物質が広がっているとか、何々県の水道水が危ないらしいとか、失血して死にかけているなど、さまざまな情報が流れましたけれど、それを読んでどうする？次の選択肢の中から正しいものを一つ選んでくださいという、これは質問30に書かれてあります。1、本当なら大変なので本当なら大変なのでリツイートやシェアをする。2、デマに決まっているのでデマですとコメントしてリツイートする。3、真偽を判断できないものは一切拡散しない。さあ123、皆さんどれだと思いますか？そしてその次のページに答えが書かれてあります。正解は3番、真偽を判断できないものは一切拡散しないが正解です。震災時にツイッターやフェイスブックではさまざまな情報が流れますが、正しいかどうかを判断できないものは一切拡散しないようにしましょう。私たちコミュニティ放送局も情報元を確認しながらお届けしていくこと、いつも一番大切に思っているところであります。解説としてこのようにあります。情報を鵜呑みにしない習慣を日頃から。そうですね、私たちこの放送局も知らせていただいた、それをもう一度確認する。最終表現者であるパーソナリティがもう一度スタッフを通して確認したり、また最終的の本当に最後の最後のところでは自分でその放送中にですね、確認をしながら、例えば電話を一本して確認をしながらということもよくあることであります。そういう習慣を日頃からつけておこうということが大切です。流れる情報のすべてが正しいわけでもないし、すべてがデマなわけでもありません。
東日本大震災の時にはちょうど日本で普及しつつあったツイッターやフェイスブックなどの SNS がとても役に立った場面もありましたし、残念ながらデマを広めて混乱を招いた場面もありました。少しでも情報の質を高めるためには自分で確かめられない曖昧な情報は一切流さないのが望ましいでしょう。自助の基本精神は、情報は鵜呑みにせず最後の判断と決断は自分ですること。情報をどう取り扱うか自分で判断できるよう日頃から心がけると良いでしょうとあります。今日の東北の絆、ツイッターやフェイスブックの扱いについて、正しいかどうかは判断できないものは一切拡散しないようにすることが大切と防災母さんは教えてくれました。さあ、その次のページに三陸の母たちが語るあの日と教訓というページがあります。田村さんは気仙沼プラザホテルにお勤めだったわけです。仕事をしていた日なんですが、海に近いご自宅でお昼を食べてホテルに戻る支度をしていた時がちょうど2時46分でした。今まで体験したことのないような、立ってもいられないような地震でした。大きい津波が来るよという話もすぐ出ました。それから高台のホテルを目指して歩いていきました。防災用具って各家庭で準備されていると思います。でも私もそうしていたんですが、その時は慌てていてコートと普段持っているバッグだけを持って出てしまいました。結局自宅は流されまして、あの時に手に取ったものだけが残ったという状況ですね。私たちが住んでいる地域は何かあるんだと常に言われてきたんですが、実際にはそれでさえも慌てるし判断がつきかねることが多くありました。常日頃から家族と話し合っておいた方がいいと思いますと、田村さんがその教訓教えてくださいました。今日の東北の絆、防災母さんの本の中からご紹介しました。この東北の絆、税理士法人山重会計事務所の提供でお送りしました。この後もまた1月は東北に定期的に行っていらっしゃるヤコブさん、その他ご出演したい皆様、たくさんの方が継続して行っているからこそ、そして4年経ったからこそこの際立ってくる、その皆様にご出演いただいて東北の応援の今を教えていただきたいと思います。それこそが良い連鎖を生んでいくのだと思っています。今日の東北の絆のコーナーでした。